いよいよもうすぐ、スプリング X ですよね。そうです、そうです。今回は何先生でしたっけ？滝先生。滝先生ね。なんか、理論物理学でしたっけ？ええ、それ知のる専先門家生から。が AI について画期的なことをおっしゃってるということなんですね。どんな話ですか、松田先生。それは数理化学に書いてあった話で、だから人間の科学理解というものがもう限界に来て、将来は AI が科学をすると。で、その時にはもうね、人間は理解できなくなるだろうというような。あん立ま教りあ作業れでですす。か？じゃあ話自体は理論的な話ではないんですか？いや、もちろん理論的なペーパーもいっぱい書いてはるけど、そこらの話が面白いわけじゃなくて、今みたいなスペキュレーションのところが面白いわけです。じゃあ実際どの辺がメインになるかはまだ今のところわからないんですね。理論的な話あとは、数理化学に書いてあるえ、日経サイエンスじゃなかっ話。あ、日た。経サイエンス、ごめんなさい。日経サイエンス。日経サイエンスでだからもともとあれですね。先生記事読まれて、この方がおっしゃってることはすごいと。ねえ、すごいといい思っことをおって。しゃってると。いうことで目をつけられて、たどり着いて、お話しいただけるようになったと。お若い方なんでしょう、だけど結構。ええ、そうですね。そんな感じですね。まあ、タイトルはあれですね。巨大深層学習モデルは科学を変えうるかっていうタイトルになってます。一応ね。だけど変えうるじゃないですか。それは変えうるっていう答えでしょ？いかに変えうるかみたいな話をなん聞かでせていすただかける。ね。まあでもまさに科学の発展っていうね、我々の新定義にまさにぴったりじゃないですか。シンギュラリティの話ですね、まさね。に。あんまり宣伝されてないような気しますけど、大丈夫ですかね。ちょっ集まってるんと、ですか？そうですね。Facebook のグループにもね、流しますから皆さん、ぜひ。ちょっと慌てて出しましょ慌てて出します。う。そうですね。もう今これ終わったすぐに。別に、あれですよね。講演が終わった後の、なんか、トークのテーマとか別に決まってるわけじゃないですよね、今。ああ、そうか、ディスカッションどうしましょうかという話ありますね。なんかね、もうこのタイトルのままでいいかなと思ってたんですけどね。巨大。まあ、一応、大きな流れ3つぐらいちょっと用意しといてもらった方がいいと思いますけどね。了解です。あと2日ですが。どんな話されるのかねえ、ちょっな。と、どんな内容なのかなって、ちょっと。そもそも横演習せんといかんよね。なんかもう今回、同時あ、進そう行。ですね、も横演習というか、まあ、リハーサルのことですよう。ね。リハーサルリハーね。サルね。まあ、接続テストみたいなもんです接よ続ね。テストはもうなさそうですね。何時集合ですか？なんかね、さっきメール来てましたよ。12時着い半た。とか。まあ、接続テストぐらいですね。12時半にここに接続し皆なさんさにい。お送りするのは1時半かなと。そうです。この通りね、いうことですけど。もう11私も月11だっ月たらかなんとか思っまちたゃった。誰かお呼びするんですかね。いやー、もう遅いね。そうですね。またやること考えましょうか、11月ね。ということで、この動画いつ出せるかわかりませんけども、日曜日に、いよいよサロンをやりますんで、ぜひ、お申し込みの上、聞いていただけたらと思います。今回、スプリング X スプリング X ですのので。方で告知しております。よろしくお願いします。